皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。2022年12月に進行性の難病スティッパーソン症候群の診断を受けたことを公表、闘病のために歌手活動を休業することを明らかにしたセリーヌ・ディオン。現地時間7月26日、金曜日に行われるパリオリンピックの開会式でパフォーマンスする可能性が濃厚になっている。 彼女が出演するのではないかという噂は先月すでに浮上していたが、本人は正式に発表していない。しかし、エンタメサイト TMZ によるとセリーヌは今週初めにパリの名門5つ星ホテル、ル・ロイヤル・モンソー・ラッフルズ・パリにチェックイン。開会式のためだとみられている。同サイトによるとセリーヌは開会式のステージで1曲だけ歌う予定。数分の出演になる見込みだが、 ギャラは200万ドル約3.1円だと報じられている病気を告白して以来、この場所から遠ざかっていたセリーヌしかし今年に入ってからは少しずつ表舞台に戻ってきている2月にはグラミー賞の授賞式にサプライズで登場プレゼンターを務めテイラー・スウィフトにトロフィーを手渡したまた今年6月には闘病生活を書いたドキュメンタリー「アイアム・セリーヌ・ディオン」 ののの戦いの中でのプレミアに出席ファンを喜ばせたしかしどちらも歌声を披露するには至っていないオリンピックの大舞台で久しぶりに彼女のパワフルなパフォーマンスが見られるのか当日を楽しみに待ちたいどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう